ご視聴ありがとうございます。今回は、日本で最も普及し、後に国民機とまで呼ばれるようになる、PC98 シリーズを生み出した、日本電機の、パソコン帝国の誕生について、ご紹介させていただきます。コミカナのトップは、マイコングない自由自在に、操作できなければダメだー。という、日本電機の会長である、小林さんの、鶴の一声のもと、幹部全員を対象にした、マイコン勉強会がスタートすることになるんだ。さらに、この組織のトップは、これを機に、マイコン革命の推進者とする、日本電機は、全社を挙げ、マイコンを使いこなす、ビジネスマンを養成する、教育運動を展開していく。と、関本社長を、はじめとする、全役員、そして、事業部長を合わせた、300人に呼びかけ、このマイコン勉強会が、毎週土曜と、日曜日に開かれることになったんだ。1回に、20人ずつが休みを返上し、勉強会への出席を、義務付けられ、朝の9時から、夕方の5時まで、東京港区芝にある、日本電機別館の、研修室に缶詰になり、講義を受けることに。そして、パーソナルコンピューターの、PC8001 が、一人に一台当てがわれ、マイコンの使い方や、ベーシック言語によるプログラム作成、ゴルフゲーム、そして、英文のワードプロセッサー実習と、森拓さんの1日入門コースを、こなすことに。この教育カリキュラムを、担当する、笹原教育訓練部長によれば、社内には、マイコンの権威が大勢おりますし、それに、会長や、社長が生徒では、社員もやりにくいだろうと、講師には、日本情報研究センターの、女性インストラクター、お二人にお願いしております。と、語っている。マイコン入門の著者であり、ミスター半導体とも言われる、大内副社長や、日本の、コンピューター研究開発の草分けで、ソフトウェア技術の、第一人者である、水野取締役も、この勉強会で、若い女性講師に、マイコンの動かし方や、プログラムの作り方といった、実技指導を受けることに。中には一度も、マイコンに触ったこともない、幹部もいるということで、事前に手渡された、マイコン入門テキストを、片手に、予習に取り組む、幹部たちの姿も、本社内で、しばし見られる光景になっていたのである。小林会長は、C&C 戦略に、マイコンは不可欠なもの。マイコンの持つ、無限の能力を、知るためには、まず、自分でキーボードを叩き、マイコンを動かしてみることが、必要である。という、このトップダウンは、来年度からは、部下長クラスにも実施され、マイコンの操縦法をマスターし、プログラムを組むことは、これからの日本電機社員の、必須の条件になりつつあったのだ。80年、12月9日付の、日本経済新聞では、マイコン革命、まず、幹部かなと題された記事が掲載されるなど、日本電機は、会社を挙げ、パーソナルコンピュータの普及に、躍進することになるんだ。さらに、会長は、日本電機にパーソナルコンピュータという、種を芽生えさせた、PC8001 チームにも、次なる一手を下そうとしていた。そう、それは、会長がアメリカの出張を終え、間もなくのこと。小林さんは、長年可愛がってきた、大内副社長を、会長室へ呼び出し、こう切り出したのである。大内くん、PC8001 とかいうやつは、君が勝手にやってるらしいね。と、小林さんは、にやつきながら、大内さんに声をかけた。しかるべき書類も提出し、あのマシンの製品化については、散々説明してきたはずなのに。どうやらこれまで、超多忙を極める、会長の頭には、情報部隊までは、目が行き届いても、マイコンまでは入っていなかったらしい。と、大内は、ふと思いながら。そう、発売以降、予想を大きく上回り、売れ始めたにもかかわらず、PC8001 は、すぐに社内で認知されたわけではないのだ。何せ、あのマシンを生み出したのは、デバイス事業部の、1セクションに過ぎない、販売部。部下たちが、内職で開発した、パーソナルコンピューターには、まだまだ、おもちゃのマシンという意識が、ついて回っていたからな。そう、数ヶ月前の、展示会に出展した時も、招待客に、8001の説明を、手ぐすね引いた、部下たちの前を、取引先を連れた営業部員が、日本電機さん、このパーソナルコンピューターの、PC8001 とは、なんだね。こちらの商品は、お客様の求められている、コンピューターではなく、ただのおもちゃですから。あちらに、本物の製品がございますので、ご案内させていただきます。と、素通りさせられ、渡辺たちが悔しがることも、一度や、二度ではなかった。そう、日本電機内での、パーソナルコンピューターに対する認識は、以前は、その程度のものだったのである。しかし、日本電機のトップである、会長のアメリカ出張での出来事から、すべてが変わり。そして、小林会長は、自ら唱える理念のもと、主役ともなりかねない存在として、パーソナルコンピューターを位置づけたのである。これまでもちゃんと、報告してきたのにな。と、内心でぼやく、大内に、会長は、追い打ちをかけるように。それにしても、君らしくもないじゃないか。いつまでも、逃げ腰で事業を続けているなんて。なあ、お前
若い頃は、もっと尖っていたぞ。やはり、会長には、かなわぬ。そして、大内は、兜を脱いだ。PC-8001 の出足が、予想に反し、校長とはいえ、我が社は、全くもって不得意とする、民需製品。どこに、危険があるかわからない。下手に先走って、パソコン部隊を独立させ、一人歩きした途端、落とし穴にでもはまったら、責任の取りようがない。それに、そんなことにでもなれば、先走り傾向の強い、販売部の部下たちに、大きな傷を負わせることになる。出足好調とはいえ、パソコン部隊は、あくまで半導体と込みにしておき、たとえ赤字を出しても、好調な半導体で吸収する。という、腹で固めていたのである。しかし、どうやら会長には、すっかり、見抜かれているらしい。なあ、大内くん。はい。こりゃあ、そろそろ、君たちの部下たちを、事業部に格上げして、逃げられないようにした方がいいんじゃないか。と、会長の、ダメ押しが来たのである。こうして、80年4月、パソコン部隊は、デバイスグループ内に、新設された、事業部に移ることになるんだ。ただし、この時はまだ、パソコン部隊を、完全に独立させてはいなかったんだ。そう、会長からの推しにも、大内さんは、少し、防波堤を敷いたのである。新設された事業部の名は、マイクロコンピュータ、応用事業部となり。担当は、パーソナルコンピューターだけでなく、マイクロコンピューターの、利用分野一般都市。こうして、正式に、パーソナルコンピュータ事業部が、設立されたんだ。このパソコン部隊が、完全な独立を遂げ、社内で認知され始めるのは、それよりさらに、1年後の、81年4月のこと。そう、あの PC-8001 の発売から、約1年半、そして、TK-80 の発売からは、4年8ヶ月後のことである。日本電機の、電産の本流、パソコンに名乗りを上げる。幹部相手のパソコン研修の開催を、指示し、デバイス事業部の統括に、担当セクションの独立を、促したちょうどその頃、会長は、もう言って、ある事業部への布石を打っていた。それは、電産の本流、情報処理事業の、担当役員である、石井さんに対し、駒を動かしたのである。そして、小林さんは、この役員に、こう声をかけたんだ。石井くん、情報処理部隊は、パソコンを、どうするつもりなんだ。このまま、半導体部門に、任せておくのか。突然の、会長からの言葉に。石井さんからは、とっさに、家という打ち消す言葉が口をついて出たのである。そう答えた途端、この電産部隊を引率する、役員の脳裏には、部下からの報告の言葉が、重なり合うように響き始めていた。石井は、アメリカ市場での、オフコン売り込みの苦戦の日々と、その部下からの、現状報告を思い出したのである。その部下は、アメリカ市場へのオフィスコンピューターの、売り込みにあたり、日本電機の製品が、立ち上がりのきっかけをつかめないでいるうちに、小規模なビジネス現場にも、パーソナルコンピューターが、急速に切り開き始めているというのだ。オフコンよりも、さらに買いのマシンが、アメリカ市場では、我が社の行く手を阻んでいます。すでに、このパーソナルコンピューターは、16ビット重ね、機能と、速度を大幅に高めたものが、現れてきており、現在は、8ビットのみのパーソナルコンピューターが、早晩、16ビット重ね、より強力なマシンに化けることに、疑問の余地はありません。この動きが、いずれ日本にも及ぶとすれば、情報処理事業部にとって、虎の子の、オフィスコンピューターが脅かされる可能性が、十分考えられます。こうした事態に備えるためにも、我々もさらに、小型化と、低価格化を、推し進めた製品を、用意する必要があります。会長、我々、情報処理事業としても、もちろんちゃんとやっていくつもりです。耳の奥でこだまし続ける、部下からの報告を、なぞりながら、石井は、会長からの問いに、そう言葉を継いだのだ。コンピューター事業への参入に、弾を下し、延々と悪戦苦闘を続けるこの事業部に、それでも確信を抱き続けてきた、小林は、無言のまま、一つ、大きくうなずき、このリーダーの言葉を、受け止めたのである。コンピューター事業で散々苦労し、この業界の本質を、骨身に染みて、理解してきたのは、我々だ。経験、人材、生産設備、どれをとっても圧倒的な力を持つ、情報部隊が、半導体部門に足元をすくわれるわけにはいかない。日本電機の、コンピューター事業の立ち上げから、これに携わり、部隊の方向づけにも、深く関わり続けてきた、石井には、本家としての強い誇りと、自負があったのだ。情報処理グループが、コンピューター事業のすべての、領域を担うことは、石井には、当然すぎるほど、当然に思えたのである。従来の超小型機である、オフコンの、さらに下位に生まれつつある、パーソナルコンピューターが、おもちゃで片付けられないとすれば、我々は、当然、その分野にも対抗できる製品を、用意する。半導体の余儀に、足元をすくわれるわけにはいかない。アメリカで起こりつつある、地殻変動に関する、部下からの報告と、小林会長の、
どうするのじゃ。との一言は、足元を洗い始めた、小さな波を見守ってきた、石井の背を、押したのである。当然、我々情報処理事業部は、パーソナルコンピューターを開発する。電算事業部のトップは、そう、決意したのだ。では、パーソナルコンピューターとは、果たして、何なのか。本家のコンピューター部隊は、これ以降、この新たな問いと向き合うことになるんだ。今回はここまで。いよいよ、PC98 シリーズを生み出すことになる、情報処理部隊が動き出す。しかし、この事業部が、後に国民機とも言われる、98シリーズを、この時からすぐに、想像できたわけではなかったんだ。パーソナルコンピューターとは、果たして、何なのか。その答えを求めて、悪戦苦闘の末。この名機の誕生には、情報処理部隊の、苦い経験と、渡辺さんたちが開発した、PC8001 の影響を、強く受けたことから、ようやく、生まれることになるんだ。ということで次回は、日本電機という大組織の中で、お荷物事業と言われ続けた、情報処理部隊の成り立ちから、パーソナルコンピュータ開発までの、道のりをご紹介させていただきます。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。